後ろ。俺が小学生の頃の話。俺が住んでいた町に廃墟があった。二階建てのアパートみたいな建物で、壁がコンクリートでできていた。ガラスがほとんど割れていて、壁も汚れてボロボロだったから、地元の人間でもあまりこの場所に近づくことはなかったらしい。ある日俺は友人と肝試しをすることになって、この廃墟に行くことにした。まだ昼ぐらいだったから、建物の2階まで上がって建物を探索した。そしたら、並んでいる扉の一つに文字が書いてあるものがあった。友人と近づいて確認してみると、扉の前に、私はこの先の部屋にいるよ、と書いてあった。俺と友人は扉を開けて中に入り、先に進むことにした。歩いていくと、分かれ道に突き当たって、壁に、私は左にいるよ、と書いてあった。少し怖くなったけれど、俺と友人はそのまま左に進むことにした。すると、両側に部屋があるところに突き当たって、壁に、頭は左、体は右、と書いてあった。友人はこれを見た瞬間、反狂乱になって逃げ出した。でも俺はその場所に留まって、勇気を出して右の部屋に行くことにした。部屋に入り進んでいくと、突き当たりの壁に、私の体はこの下にいるよ、と書いてあった。下を見ると、左の部屋から私の頭が来てるよ。後ろ見ないでね。俺は急いで、その部屋の窓から飛び降りて逃げた。それからはもう、その場所には近づいていない。階段朗読イベント開催決定。6月は横浜、7月は大阪で、ごま団子が生朗読します。詳細は概要欄へ。秘密基地にいた女。始まりは小4の頃で、当時住んでいた場所は、ど田舎ってわけでもなくて、都会ってわけでもなくて、でも、B 山っていう大きい山がありました。その山中は整理されてるところはきちんとされていて、手のつけられていないところは、全く手がつけられていません。なぜか大きい神社や小さい神社がやたらポツポツと道路から見える感じの山でした。毎年元旦には人で賑わう大きな神社もあったら、草木をかき分けてこんなとこに石造りの階段があるって気づいて登ってみればボロボロの神社があったり、それでその山なんですけど、
頂上付近に廃墟があったんです。小学生当時の僕はいつもよく遊んでいる友達、そして僕含めて5人でよくその山を探検していました。その時、偶然見つけた廃墟です。で、そんなものを見つけたとなったら、当時の僕たちが考えることは皆同じで、ここに秘密基地作ろう。と、僕の友達の A 君がそう言いました。それからは廃墟の中の一室を勝手に私物化。懐中電灯を持って行って電灯代わりにしたり、みんなで漫画持ち込んだり、お菓子持ち込んだり、ひっそりと見つけてきたエロ本をみんなで共有したり、そんな僕らだけの秘密基地ができて、放課後はそこに集まったりする、なんて生活が最初はとても楽しかったんですが、日に日にその秘密基地に行く回数が減っていきました。それでかなり時間が飛ぶんですが、中学1年生に上がった頃、僕ら5人は未だ一緒に遊んでいて、ふといつものように遊んでる時、あの秘密基地、今どうなってるんだろうって話になりました。それで放課後向かうと、そこにはあんまり変わりのない僕らの秘密基地が、ドアを開けて中に入るとかなり汚れていて、放置しっぱなしだったはずのお菓子や漫画が持ち去られていた。ホームレスの仕業だろうと思って、そのあたりは諦めて、久々の秘密基地って感覚をみんなで満喫しました。そしてある一人の提案により、今度みんなの都合が合う日、この秘密基地で一晩明かしてみないかって話になったんです。一晩を実家以外で、それも秘密基地で過ごすって感覚に、当時の僕はとてもワクワクしました。でも後になって、今になっても行かなきゃよかったって僕は思います。お泊まり当日の日、僕は家族に友達の家に泊まりに行くと、秘密基地で一晩明かすことを隠し、家を出ました。待ち合わせ時間に秘密基地がある山のふもとへ。そこには A 君の姿だけがありました。他のみんなの姿はありません。お前だけ？他のみんなはまだ？ってその時言ったような気がします。そしたら、クラスでもお金持ちのボンボンで有名な A 君が、当時もう持ってるだけで注目の的になった携帯電話をわざと見せつけるようにポチポチしながら、 B は風邪、 C は親に怒られた、で D はなんかようわからん、でも来れないって。と、そんな感じのことを言いました。まあ、とりあえず、俺らだけでちょっと行ってみるか、ってことになり、秘密基地へ出発。で、到着すると、その瞬間から明らかにおかしい。廃墟の一室を僕らは秘密基地として使っていたんですが、その一室はドアがあって、その両側に
すりガラスの窓があったんです。他の部屋のガラスとかはバリバリに割られていて、僕らは比較的損傷の少ないその部屋を選んだんですが、部屋の中の懐中電灯がオンになっているんです。誰か来たのかなって思いました。でもそれを見つけたとき、当時ものすごくゾッとしたのを覚えています。すりガラスの向こうに明らかに人影が見える。ゆらーゆらーとうっすら赤い影が揺れていたんです。中に誰かいる。大人の人だ。そう思って、なんか僕は怖くなって、帰ろって言ったのを覚えています。いやいやいや、誰かいるみたいだけど、勝手に俺らの秘密基地使ってんじゃねえよ。A 君はどっちかっていうと、ちょっと不良っぽくて、喧嘩っ早い性格の子でした。何の物おじもせず、扉を思いっきり開けて、中へずかずかと侵入。僕は怖くて、彼の背中を見つめていました。部屋の中には、暗い赤色の服を着た、髪の長い女性が、体を、ゆらー、ゆらー、と揺らして、そこにいました。これはやばい。子供ながらにそう感じて、A に、やばいから逃げなきゃ、と告げようとするも、震えて声が出なかったのをよく覚えています。お前さ、俺らの秘密基地で何してくれてんの？ああ、もうやめてくれ。って、この時ほど、A 君の勇気を呪ったことはありません。A 君はそれを見て、全くおじけつかず、むしろ近くにあったほうきを手に取って、向かっていったんです。そこで、僕は鼻をすするような音に気づきました。って感じです。泣いてる？って、そんな気がしました。その時、ふと冷静になって、ああ、もしかしたらこの人、家を追い出されて、ここへ来て泣いてるのかな、って思いました。でも、違いました。A 君が何やら罵倒しつつ、女性をほうきで突っつき回しています。女性はなおもしきりに、って言いながら、ゆらゆら揺れていて、そしたら突然、って感じで笑い出したんです。僕はもう腰が抜けてしまいそうになって、さすがの A 君も驚いたのか、僕に、逃げんぞ！って言って、手を引いて、その場をかけて後にしました。本当に怖かったのは、後ろから笑い声が追いかけてくること。僕らは振り返ったりせず、一目散に走りました。今思えば、
本気であの女性が走ってきていたら、僕らは捕まっていたのかな、なんて思います。追いかけてきていたかどうかもわからないけど、でも廃墟を出て山を降りるまで、ずっと声は後ろから続いていました。声はいつしかしなくなっていて、僕らはようやっと、ふもとまで降りることができました。もう心臓バクバクで、もう声はしないけど、でもまだ追いかけてきそうで怖くて、僕らは今日は帰ろうってことになりました。さすがの A 君もおとなしくなって、その日は二人とも自宅へ帰ることに。で、無事自宅に着いたんですが、僕は今日のことを来なかったみんなに伝えておこうと思って、僕の部屋にある呼気から電話をかけることにしたんです。まずは B 君。電話をかけて起こったすべてのことを話すと、と何やら明らかに信じていない感じでした。そして突然、お前、今テレビかなんか見てる？って聞かれました。いや、見てないけど、と答えると、B 君は、なんかすげえ笑い声聞こえてうるさいんだけど、テレビの音じゃないの？って。もちろんテレビも音楽も何もつけていなかったです。僕はもう恐怖から声を荒げて、すぐさま電話を切ったのを覚えています。そして、早めに寝ることにしました。ここから、僕自身には何の恐怖も降りかからなかったんですが、さらに、奇妙なことが起き始めます。ある日、母親からこんなことを言われました。最近夜中に不審者がうろついてるみたいだから、友達と夜に出かけるのはやめておきなさい。と。何があったのかを聞くと、毎晩毎晩、いろんな家々のガレージから笑い声が響くらしいんです。今日は誰々さんの家、今日は誰々さんの家。一夜ごとにガレージを移動して、毎晩そこで誰かが笑っているらしいんです。もしかしたら、と思いました。でもその時家族にはあの秘密基地のことを話しませんでした。そして近所中で深夜の笑い声現象が定着していく中、一つの新しい噂が広がり始めました。このことは後になって知ったんですが、最近の笑い声はいつも〇〇さんの家のガレージから聞こえる。あの人の家、気味が悪い。深夜に赤い服を着た誰かが、いろんな家のインターホンを鳴らしまくる。その赤い服を着た奴は、〇〇さんのガレージから這い出てくる。っていう感じの噂だったらしいです。その〇〇さん家のガレージってのが僕ん家だったわけで、どんなやりとりがあったのか、僕らはその家を引っ越すことになりました。その引っ越した理由も新しい噂と一緒に後になって知ったんですが、近所中の弾圧みたいな感じで、半ばその地域から出て行けとか嫌がらせの類が
自宅に頻発していたようで、追い出されるような感じの引っ越しだったということらしいです。今現在22歳なんですが、もう引っ越しを8度も経験しています。そのほとんどが近所中から気味悪がられて、いる場所がなくなってまた新しい場所へ引っ越すみたいな感じです。そんな引っ越しばかりしなくても、除霊とかそういうのを一回してもらったらどうだと提案したこともあるんですが、うちの両親はそういう類のものを信じていなくて、でも近所の目がひどくなったら引っ越すなんて感じのことを今まで続けています。今の地域でも〇〇さん家の前に赤い服を着た人がずっと立っていたとか、笑い声がうるさいとか、そんな噂が絶えません。ただ何より一番怖いのは、そんな現象を家族も近所の人たちも声を揃えて語るのに、僕自身が一度も遭遇していないことなんです。もしかしたら、あの秘密基地であった赤い服の女は、ホームレスなんかじゃなくて、本物の幽霊だったんじゃないかと。それが僕についてきてしまったんじゃないかと。秘密基地での一件以来、そういう出来事が起きたので、やっぱり関係してるんじゃないかなって思います。僕の兄弟、両親、近所のおじいちゃん、おばあちゃん、皆一度は笑い声やその赤い服の姿を見たと言います。でも僕に対してそんな現象が一切ないのが逆に怖いです。リアル懺悔。すぐ人物特定できるような小さい町だから住所は書けないけど、リアル懺悔な話をします。3年ぶりぐらいに実家に帰ったんだけど、近所の子の家の前通ったら、ありえないくらいの廃墟っぷり。木造和風だけど、なんというか女の人好みなのか、可愛い作りの家だったのに、家全体真っ黒な雰囲気だし、戸はベニヤで塞がれてるし、木造の塀はコンクリの土台だけになってなくなっていた。あまりにもな荒廃っぷりに、この家どうしたの？A ちゃんのお母さん住んでたんじゃないの？って母に聞いたら、A ちゃんのお母さんは A ちゃんの弟くんと引っ越しして病気で死んじゃったんだよ。で、大家さんの遠い縁の50代くらいの男の人が最近住んでたんだけどさ、近所付き合い全くない人だったんだけど、この前自殺しちゃったんだよ。入り口のとこの木で首吊ってさ。で、A ちゃん家の持ち家だと思っていたから、賃貸だったっていうのも驚いた。木は3メーターくらいの太くもない木なんだけど、枝は切られていて、塀がなくなったせいで丸見えになってて気持ち悪かった。で、なんで懺悔かというと、20年くらい前、バブルが弾けた時、この家に住んでいた A ちゃんのお父さんも首吊って死んでるから。
ただし、その家で死んだんじゃなくて、別の場所です。そういえば、A ちゃんのお父さんも首吊ってるじゃん。縁起悪い家だな。本当だ。っていうか、この家 B さんが大家さんになる前、私が子供の頃は、どっかの妾さんが、この家建ててもらって一人で住んでたの。でも旦那さんの会社潰れて、しばらくして、お妾さんが自殺してね。この家で死んだんじゃなかった気がするし、家も建て替えてるはずだけどな。とのこと。それを聞いて、家の作りが女性っぽいのは納得した。いい家だったから修理はしたんだろうけど、元の家のままなんじゃないかと。大島てるさんが、一箇所で三件以上事件がある物件って珍しい、みたいに書いていたけど、こんな身近にあったんで書き込んでみました。はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回は廃墟に関するお話を3つ読ませていただきました。どの話も怖かったですね。特にあの2話目の話ですけども、これ怖かったですね、読んでて。なんだろう、なんかリアルな感じっていうのかな。ねえ。てかそのガレージからこう這い出てくるっていうのはもうめちゃくちゃ怖いよね。それ想像しただけでさ。ねえ。で、今でもそのついてきてるってことでしょ？すごい話だよね。なんか本来であればね、A 君の方についていきそうな気がするけど、でもこの筆者さんの方についてきてしまったっていうので、まあほんと不運でしかないよね。で、しかもさ、なんかこう、心霊スポット行こうぜ、みたいな感じのノリで行ったわけじゃないじゃん。そういうなんかその、霊を茶化すみたいなさ、そういう行動をしようとしていたわけではないじゃん。ね、ただその、小学生時代の秘密基地って言っていた廃墟にちょっと一晩泊まろうぜっていう、まあそういう、ね、流れだったと思うんですけども。だからよりね、あの筆者さんがかわいそうだなって。だって筆者さんはさ、もうその赤い人見たから、見た瞬間にさ、やばいって察知してさ、もう逃げようって、ねえ、そう思ったんでしょ？でも A 君がさ、お前何してくれてんだよ、みたいな感じで、突っかかっちゃうからさ、だから逃げるにも逃げれなかったわけで、ねえ、それで筆者さんの方についてきちゃったっていうのは、なんかすごい、ねえ、かわいそうだよね。これってあの A 君の話、まあ後日談みたいなのは書かれていませんでしたが、ひょっとしたらでもその A 君の方にも行ってるかもしれないですよね。ついて行ってるというかね。この話読ませていただいててさ、本当に、まあ似た話がさ、本コアとかであったんだよね。あの本当にあった怖い話、フジテレビさんの。だから、読ませていただいてて、その話を思い出したんだけどさ、まあ、その本コアの話がどういう話だったかっていうと、まあ、その話を投稿した人の近所では、なんかその、赤い服装の女の人、朝方か夜か忘れましたけども、なんか近所の家を、こう、近所の家のこのインターホンを押して回ってるみたいな、そういう話だったんですよ。で、なんか気味悪いなと思って、で、その投稿者さんがその様子を見てたんですって、自分家の窓からね。で、ああ、今日はあの家をしてる。あの家のインターホンをしてる。ピーンポン、ピーンポンってこう鳴らしてるらしくて。で、次の日、またピンポンって音聞こえてきたからなんだろうと思って見てたら、また同じ女の人が、今度はじゃああの、別のアパート。左側のアパートの方の、
2階にある部屋の前に立ってて、でそこでまたこうピンポン鳴らしてるみたいなね。でなんだあいつってなって、ちょもううるさいですよってこう窓から注意したんだっけな、確か投稿者さんが。そしたらこのピンポンを押す手がピタッと止まって、で女性が動かなくなったって。でだんだんとこう振り向こうとしてて、あーやべ顔見られるって思って隠れて、でそろそろ大丈夫かなってこう窓の方を見たら、もうそこには誰もいなくなっていた。でもその次の日ぐらいから、今度は自分家の家のインターホンがこうピンポンが鳴らされるようになったみたいなね、まあ確かそういうお話だったと思うんですけども、似てませんかこれ、めちゃくちゃ。だからひょっとしたらこの2話目の件で、近所で被害を受けていた人たちの一人がこの本コアに投稿したのかなと思って、そう勝手に頭の中でこうリンクさせながら読ませていただきました。ひょっとしたら同じ幽霊なんじゃないかなと思って、だからこの本コアに投稿した人の近所に2話目の筆者さんが住んでいたのかもしれないですよね。そう考えるとうわーみたいな感じに思いますけど、まあどうなんでしょうかね。まあそんなことを思いながら読ませていただきました。はい。ということで本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい、そんなわけで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はぜひ評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、そして僕の LINE、TikTok、Insta、Twitter、Stand FM の URL、そして今度の夏に行われる怪談ライブイベントの概要と、応募 URL、もうすべて、動画の概要欄に記載してありますので、よければぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。